この愛知県は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、この天下を揺るがす三英傑が誕生した。その名誉をたたえ、ここにこの歌を捧げます。
な拍手ありがとうさんじゃ。秋広殿がロックの後に演歌した。びっくりするな、みんなな。このまあ3位決の歌、中ズンバと言ってるが、みんな子供たちなテストで中ズンバって書いてかんぞ。間違いだからな。ズンバってね。ズンバってね。中ズナ。中、ね、そういうの。はい。だからこれでも歴史に習えるのね。はい。歌詞も覚えてください。ということで、次なる計画に進むわけですが、はい、水木、次なる作戦の準備をお願いします。言うこと聞かんのかよ。ちゃちゃ頼む。水木。ただし。どうしたんだ。わしの忍びじゃと言うておるのに、父。親方様のまで無視しとったあいつ機嫌が悪いのか。まあいろいろあるらしい。まあ、せっかくなのでこの時間を使ってたな。お口をしたいと思います。親方様、今清洲城我々こういう演舞はやってないんですが、活動的にはそうだな。清洲城にて毎週土曜日日曜日、まあ祝日も含めてでな、清洲城内にて紙芝居を行っており、ぜひぜひ来てくれ。はい、まあこの中の誰かに会えるかもしれんの。じゃあ次はいつだ。次12日です。私この格好で紙芝居はしませんよ。着物でね紙芝居。本能寺となるもんね。本能寺となるもんね。そうなっちゃう。ぜひぜひ来てくれ。はい、まあ、ちなみに今日告知しんかったけど、今日我らが城を開けとるな。だということで、今日誰が紙芝居やっとるかというと、それ言うのじゃな。まあ、だって今から午後から行くかもしれんなと思ってね。今日はな、王閣の濃姫がやってる。午後からいなくなったらリクエストになる。まあそういうことでやってくれてますので、まあこれで代わり番号でね、紙芝居もやってるので、勉強があったら清洲城も遊びに来てください。そして告知としては、ちょっとさっき出た秋広さんとの、そうですね、次が2月26日審査会のハートランドで、先ほどの秋広島の招待様とライブがございまする。そちら私たちきらめきダッシュ参陣いたしまするゆえで、チケット好評発売中でございますので、ぜひお越しくだされ。そこでなんと我らの新曲が、はい、披露となります。ぜひね、お待ちしております。ありがとうさんじゃ、ありがとうさん。これも今ね、三英傑の歌を歌ったと思いますが、この3人だけではなく、自分も柴田勝家も名トークの生まれだったり、ね、虎之助が、中村だったり、いろんなところでこの愛知県を生んでますので、愛知の武将を覚えるっていう歌を作りましたので、それはみんなで学んで、一緒に踊って、歌える歌になってますので、楽しみにしてください。あとそれじゃなくて、同じ26日に大須でゲリラライブを行います。あの招き猫の前でゲリラライブを行います。そこにはですね、我らは姫プロジェクトというののスペシャルサポーターになっているんですが、それにはですね、姫隊も参加しますので、ゲリライベントと言いながら告知してますが、姫隊と多分何かやります。ぜひ招き猫のところ、また告知時間は告知しますので、招き猫のところに来てください。はい、じゃあ次なる演舞に向かう前に、皆様、ちゃ準備をお願いします。さあ昨日もやりましたが、我らの演舞の、主題歌、名前がついてなかったんですが、掟と定めという、タイトルに決まりました。手編がついてるか手編がついてないかだけで、掟と定めという字は同じなんだが、歌の中で掟、定めと出てくるんだが、そこの部分は手話になってます。だからルールとかそういう形で手話にしますので、真似してできたら一緒に踊ってください。では聞いてください。おきてと定めじゃ。忍びとは人知れず情報を奪取するもの。物の人は義に捨てるものだ。加藤正則様並びに陽子様、加藤陽子様、国内線保安検査場を通過いただくか、日本航空国内線係員にお次お知らせください。桜の花舞い風踊る、くのいち大間、夢刹那音走る、くのいち瑞希、色にぎわい花香る、くのいち本校、雪天満より闇拡散、くのいち雪下。
1582年、清須同盟、我ら養子九郎が織田家再建のために開府。歴代城主織田信忠、織田信繁、豊臣秀次、福島正則、松平忠義、徳川義直など、数々歴史を刻み、1612年、尾張の都清須が名古屋に移転する。戦国の世最も熱い町、それが清須。きらめきを見つけ、子供たちのきらめきを共に見つけ、女子たちのきらめきを共に輝かせ、平成の戦国、失ったきらめきを脱出する。
みんなのもの、この後物販コーナーで会おうぞ。楽しみにしておる。また会おう。大気でやった。ありがとうございます。